ウラジロアカメガシワマレタスパニキアラタスマルは、東大グサの樹木。アカメガシワに似て、葉裏が白い。高さ10メートル前後になる高木で、半落要性。樹皮は平滑。若枝には、褐色の正常毛を密生する。葉は五星で、10から20センチメートルの養身に、長さ10から15センチメートルの養平がある。 洋神は、両形状乱形で、円は、ほぼ滑らかながら、往々に散列する。葉の表は無毛だが、洋平と葉裏には、密に毛があり、特に洋神の仮面は、銀白色の綿毛を密生するために白く見える。表面の基部に一体の戦体がある。塩水果樹をいただき生する。死友同種で、優性果樹は6から16センチメートル。 姿勢過剰は5から35センチメートルになって垂れ下がる。花剰の軸も高褐色の正常毛に覆われる。花は小さく、径が2から8ミリメートル。花弁や花板はない。お寿司部は50から60になる。質化は3質で、径12ミリメートル。種子は黒くて、三3.5ミリメートル。日本では石垣島とイリオモテ島に分布。台湾から中国。 ビルマ、マレーシア、オーストラリアまで分布がある。パイオニア的樹木で伐採跡、焼け跡などに虹林を形成し、大群落を作ることもある。赤目がシワに似るが、ウ裏に毛が密生して、白く見える点が、はっきりと異なる。材は柔らかい。下駄、蛇子材などに用いられた。以下、種として、初島 P367 佐竹ほか、 P270 十マノ、P78 八マノ、P78 ありがとうございます。